山本太郎さんには大きな愛まあ愛があるっていうと世の中の誰にでも愛はあるんですけどもひときわ大きいと言いますか柔軟な愛なんでしょうね愛国者の方が山本太郎さんの凱旋にいわゆるケチをつけてきてねで山本太郎さんはそこに対してやり返すんじゃなくてちょっと話し合ってみようよと同じ国を愛する者同士もし意見が合わないとしたらどっちかが間違えてるのかもしれないし いや、もしかしたら両方とも共存できるかもしれないと。その糸口を探しましょうっていう風な形で、いつもね、柔らかく柔軟に受け取ってくださるんですよね。ですんで、人の意見を否定したり、批判したりせずに、まずは飲み込んでみようっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。で、消費税の話題を今回吉谷さん出されてましたけども、消費税はシンプルにない方がみんないいですよね。だってね、何か商品を買うときに、二人の人が商品買うわけですよ。 あなたは消費税ない方がいいって言ってるから、じゃあ10万円の商品10万円ください。あなたは消費税あった方がいいって言ってるんですよね。じゃあ11万円くださいって言われて、やったー !11 万円払ったーって喜ぶ人っていますかね多分いないと思うんですよ。なのになんでね、山本太郎さんの消費税廃止に向かい風を吹かすのかっていうと、自分の考えが間違っていて山本太郎さんのことが正しいっていうことを認めてしまうとね、それがどんなことでも山本太郎さんに負けた、もしくは山本太郎さんの 一派に入ったことを認めたことになるっていう風なところのまあ最後の壁があるんじゃないですかね。そんなけしなことじゃなくて、いつかの山本さん言われていたんですよ。今の自民党が私の考えている政策を実行してくれたらね、それはそれでいいっていう風に言われてました。弱者を守って国民を守ってくれるのが、何も令和新選組じゃなくても自民党がそれをやってくれるんだったら、別にそれはそれでいいんじゃないかなってそんなこと言ってたような気がするんですよ。 ここもだからね、愛の大きなところで、自民党がそれでもね、起民政治とかをやめてくれないから。だから、政権を乗り換えることによって、れいわ新選組が弱い人を守るための政策、施策をどんどんね、えー、スタートしていかないと、この国に弱ってる人ってのは、それこそ、住む国を選べないぐらい弱ってるんですよ。ね、堀江貴美さんとかね、吉谷さんは、海外に住めばいいって言うかもしれませんけども、海外に行く足がない、お金がない、 精神がないそういう方もいらっしゃってそういう人は自己責任の範囲が狭いのかって言って切り捨てでいい問題じゃなくってだってほとんどの人はねこの国に住んでいくしかないんですよこの国がどんなに荒れてもどんなに食料がなくてもどんなに内戦が起きたり不安な状況が起きてきてもこの国に暮らすしかないんですよね大半の人はだからその人たちのことを思ってこの国を整備するために政治ってのはあるんじゃないかと 何でもかんでも自己責任とか自助で間に合うんだったらそもそも政治はいらないじゃないかって話なんですよね。まあ政治ってのは国民からピン離して生きてるわけですから。強制的に権力で税金ってものを踏んだくってね。それこそ暴力よりもきついですよ。税金ってのは。税金っていうのは徴収を間違えて取るべきでない人から取り過ぎた時にその人は死に向かうわけですよね。でも誰も罰せられないわけですよ。 しかし暴力ってのは間違えて誰かに手が当たっちゃいましたその弾みでその人が倒れて頭を打って死にましたって言ったらこれ過失であっても起訴されるわけですよねそして場合によっては殺人罪ってことになるわけですよでも税金の取り方を間違えて税金が払えずに首をくくった人は今までに5万といたわけでしょでもこれに対しては財務省や裁判官や税務署が何かの罪に処されたかっていうと涼しい顔して次の日も仕事してるわけですよ まるでいいことをしてるかのようにね。このぐらい権力ってのは暴力に勝る暴力なんだろうなと私は思いますね。言い換えて言うと、権力を持つ者っていうのはね、制度化された盗賊なんですよ。制裁与奪をその手にして、どんな無法も、その制度が担保してくれるっていうね。で、私たち国民は抵抗するすべがなくって、たまにそれをデモだとかね、なんかこう、 葬儀を起こすと暴力的だって言って鎮圧されるわけでしょもう私たちは手も足も出ないですよね。まあですんで鬱屈した者が愛国者というものに宿っていたりとかねいわゆる昔で言うとね暴力団ヤクザってものは今はそういうふうなね政治結社に形を変えて存続してるわけですよ。で政治結社ってのはまさにこの国を守るために大和男子とは何なのかとかね義理とか人情ってのは何なのかとかね男の道を極めるために。 強気をくじき弱気を助くこれをやってくださる任協堂なんですよねでその任協堂を貫き通すためのまあ政治団体もなかなかお金がないことに脅かされてね収入源を断たれてその活動の範囲を狭められて義理人情も金の前にはね屈せざるをえない場面っていうのは結構あるんですよね最近ね、その、 ある都道府県、あんまり特定せられるのかと言われ、言いたくないんですけども、敵屋ってあるでしょあの、お店とかを仕切っていたりとか、お正月とかに露店を出してくださる、あの、祭りを楽しく盛り上げてくれる敵屋さん。この敵屋の100年ぐらい続いていた伝統的な敵屋さんが、指定暴力団の、なんかね、冠をつけられて、解散命令が出て解散してるんですよ。で、そこの会長が50代ぐらいの方で、 もう親父の代、おじいちゃんおばあちゃんの時代からその敵やっていうねいわゆる地上の利権を持っていたんですよその利権が分取られたわけですよでこれを例えて言うとあの漁業権ってあるでしょあの漁師さんが海に出てこの範囲で私は魚を捕るよっていうふうな権利ですこれも日本の民族が脈々と守ってきたいわゆる諸話台なんですよねあのテリトリーなんですよあの縄張りってやつ海の縄張りですこれは今でも いやまあ、一部守られてるんですけどもちょっと形を変えてねまあでも守守らられれててるることは守られてるんですよでも陸丘の利権ってのは完全にこれ取られてしまって今ね適夜ってのが自由にできなくなってで適夜をやると反社会的活動家の利益追求の利益供与だって言われるわけですよつまり適夜に場所を貸すとそれが利益供与ってことによって貸す方が罰せられるからもう貸さないみたいなことになっちゃったりね で、お祭りの日付をこうやってね、申込書に書くんですけども、それが詐欺行為に当たるとか言ってね、正確にこの日にやってないとかってケチつけられたりとか、そもそも、上水道、下水道の設備がないところで店を出しているところは衛生的にどうなんだってことを突っ込まれてね、それでも衛生によって営業がストップされるならいいんですよ。指定暴力団みたいなことを勝手に言われてね、で、解散命令が出て、もう5年間は、うん 人間としてて認められないっていっう鎖まででつくわけですよじゃあこの人たちがどんな暴力を今までしてきたんですか全くないですよ。暴力どころか仕入れを真面目にして仕込みをしてお祭りだからみんな子供たちを楽しんでもらおうかなと思って一生懸命ねそのまあ売に勤めたわけですよ商売にね。そういう人がねこんな風下に置かれて悔しいでしょうね解散命令が出てその解散するためのこの。 なんか先生書を警察署内で読まされれてそれがマスコミに取り上げられてねどんななに悔しかかったかなと思いますよ、うんまあ、そういうことをね次々とやってくる要するに私たちは商売を取り上げられて商売をコツコツ真面目にやってるサラリーマンさんもなんか消費税みたいなわけのわかんないねピンハネをされてね消費税で徴収された分ってはっきり言って社会的な恩恵は全くないですからねただピンハネされて終わりですから。 もっと言ったら前回も言いましたけども消費税を所管するそういった組織ができてそこの天下りとか退職金になってるわけなんですよだから私たちはただね金をぼったくられてるだけなんですよしかも商品を買うときには商品代金に消費税ってのが含まれてるからもう強制徴収されてるわけですよねこんな闇のね暴力的な税金っていうのは今まで本当にないですよこれひどいと思いますよかなり で私も売り上げ上がってきて消費税だけでもね何百万で来るわけですよおいおいとこの金が何かに使われるのかとしかも売り上げ規模はね一人でやってますからそんなにないわけですよでひどい時には赤字でも消費税ってのは発生するわけでしょしまいには預かり金とかねか訳のわかんないこと言って預かり金じゃないわけですよあれは消費税っての預かり金的性格とか言ってね財務省この前言ってましたけどね ひどい言い言方ですよあんな言い方したらね預かり金って勘違いするし液税っていうのも財務省は液税とは言ってないんですよ世の中に液税って言葉があるのを放置していただけなんですよでしかも財務省は日経新聞があの広報誌ですからね言ってみれば広報誌ですから日経新聞に液税って言葉を書かしてな、ね、いで財務省自身が言ってるわけじゃないからっていうような逃げ口を作っていて私たちをダマからかしていたわけですよ、うん、だから強力な詐欺集団それが財務省であり 引いて言えばあ、この国の政府ってものですよね。財務省の責任は政府が負ってるわけですから。まあ、ひどい話ですよ、ほんと。で今までもなんとか生きていけますけども、今度はインボイスっていうのが始まってね。インボイスっていうのは今まで、その、消費税を免除されていた事業者まで払えってことになるわけですよね。これも悪質だなと思いますよね。 全てこれ山本太郎さんが全部暴いてくれたから私もこうやって喋れるぐらい知識ができたわけなんですよ。それはどういうことかっていうと山本太郎さんが言ってることが本当かもしれないから全て受け入れてみようと思ったら全部筋が通ったわけですよ。でも一部の人は山本太郎さんの言う主張がその通り正しかったら困るんですよ。今まで自分が自信を持って我慢してきた制度がえ、俺騙されていたのってことに山本太郎さんの言葉によって気づくのが怖いわけなんですよね。これはまさにね 詐欺にかかった人の心理なんですよ詐欺にかかった人とかおかしな暗号通貨を買ってそれでねお前あんな暗号通貨買って何詐欺師にかかったんだよってからかわれた時にいやこれは本当なんだよノアコインってのは本当これから素晴らしい構想の元に売れるんだよお前らは情報がないから分かってないんだよっていう風になんか心の中では不安なんだけど不安な分だけ真っ当な意見をねなんとかねやり込めようとして納得したいんですよねでも やればやるほど自分の方が間違えていったってことに気づくんでどっかに落としどころが欲しいんですよだから前回あ,あの吉田さんが言われたね反社の人と反社じゃないや <laughs> の愛国者の方とねなんかやり合った時に落としどころ山太郎さんがこれでしょってつけてくれたんで気持ちよく別れられたってところがあったのかなその辺も上手ですよね最後に花をもたしてあの和解するっていうねそうするとその愛国者の方も令和新善組山太郎さんのことをねすごく高い好感度を持ってあの そこのの場を去るのとととずっ思思うと思うんですよ山本太郎本当に俺に恥をかかせずに最後はね花を持たせてくれたなとこれはまあ恩義に報いんとなと筋を通さんとなって感じでもしかしたらその方がね投じる一票が令和新選組というふうに書かれるかもしれないですよねまあそういうふうなことを狙ってってわけではないと思いますけどもとにかく山本太郎さんの柔軟な対応と愛あるね相手に花を持たせて絶対にあのおかしなことを言ってる人でも恥をかかせない。 ここれは素晴らしいととだと思うで自分が正しければ正しいほど相手に譲っても全然 OK なわけですよ、ね。自分がどう考えても正しくて客観的にも正しくて証拠も揃っていてその通りだと思ってもそうじゃない主張を 繰り広げた人に、あなたは違うんだよって、面目を潰すんじゃなくて、ね、いや、そうかもしんないよねって。ああ、そうかもしんないから、俺もなんかもっともっとしっかり考えてみるわ。ところで、私が考えてるのはこういうことなんだけども、これって勘違いなんですかねって聞いたところによると、やっぱりね、その人も気づくんですよ。気づくんだけど、その場でね、いわゆる論破されたくないんで、なんとか、あの、メンツを保ちたい。その時に山太郎さんがメンツを保つために、先に、 助け物を出してくれるからああ助かったみたいな感じで恥をかかずにその場を去ることができるそしてその場を去るタイミングをそこで持つことができるんですよねすごい方だと思いますよ私もああいう風にしてやっていこうかなと思います自分が正しいと思えば思うほど相手に花を持たしてあなたが合ってるかもしれないよねっていう風うにこういう風うにね提案してあげる余裕だからあの論破が好きな人っていうのは結局やり込めて相手に恥をかかして終わりでしょそうなるともう反発とか反感しかないわけですよ 確かにあいつの言う通りだけど、なんかムカつくな、みたいな感じで、最後は感情が残るんですよね。人間は感情の生き物ですから、ああよかったっていう感情を残してあげるのか、悔しい、みんなの前で論破されて恥かかされた、面つぶされたっていうふうな感情を持たせるのかだけで、その後の展開って全く変わってきますからね。うん。だから、やっぱね、腹を割るっていうのはそういうことなのかなと思いましたね。はい。ありがとうございました。勉強になりました。